か。はい、じゃあ今からアップしてくれないとは大細かにありがとうございます。お願いします。今現在Thank you.
願いします。君からのサイン。
Oh,
じゃあ、はい、いい曲なので、はい、聴いてみてください。
ではよろしくお願いします。一つしかない。
結局またこれがさらに古くてですね、多分彼は生まれてないと思うんです。いくつか知りませんけれど何歳か知りませんけど、生まれてないかもしれないぐらいの昔の曲をやります。岩崎宏美さんの墨色の涙をやりたいと思います。よろしくお願いします。Socks.
ステージを広く使って。あ、違うんですか。あの最近は全然回らない。あ、回らないんですよ最近は。なんか結構ね、あのイメージですよね、グッズのメンバーランケハンとか思ってたイメージがあるんですけど、そこでは特に。あ、ひっくり返ったら偉いですよね。まあ、有権事件です。本人が頼るだけだけど、マイクグリグリしながら回すね、機材とかね、そう、大騒ぎますね。音源は OK ですか。はい、ではお願いします。はい、安全に月と書いて京月と言います。ぶった切られた流れをまた元に戻します。オリジナル。はい、まず1曲目お聴きください。暑い夏の、片思いの歌になります。ボディーガード。守りたい全ての影。
でした。僕は弾き語りじゃなくて、自分で作詞作曲をして、オケ音源を作って、かけてもらって歌うというスタイルでやっております。はい、よろしくお願いします。ということで、2曲目がですね、ちょっとなんか、特に流れをぶった切るような僕もぶった切りますよ超ノリノリです。超ロックな、ダンスナンバーを歌います。全国の全世界ですよね。はい、リオデジャネイロの皆さん
夜ごとにバイクが外れてゆく VR になる瞬間、僕たちの青の空はこの世界を支えている。手を上げて腕を振り上げてゆこう、姿勢に向かって、現在に触れるものすべて色どおり変えてみてる。目隠しされても構わず歩いていける、奇跡になる瞬間、ビニューワー思いまして、今の実質のオリジナルとかちょっと酔っ払ってますんで、間違えてもごめんなさいということで、まあオリジナルなんて分かんないですよ、間違えてもじゃあこんばんは。じゃあ道化師の歌って歌います。乾いた風が冷たく
古いロックロール思い出して、たまに口笛なんか吹きながら一人歩いてみると、どっからともなく道化師の歌声割れて包まれた顔のように表情に通り過ぎてくる場所でスタブロスルエタハイエナが無関心を装ってる。どこか知らない遠くの街あたり紹介しておくれよ。予想のなった気分で朝まで歩いて注文して、ガンガン注文って、ガンガン飲みましょうね。もうやっぱね、あの酒があると人生楽しい。もうガンガン飲もう、ガンガン飲んで、あの後ろでどんどん注文してくださいね。あの回し物じゃないですよ。
ういうわけで、なんかシーンみたいな、シーンみたいな。なんかね、あのそう、さっきも言った通り、普段はね、なんかね、すごい、なんかもうね、ヘビメタバンドで、なんかギターなんかでね、エレキギター弾いちゃったりとかして、アコギなんてね、あんま弾かないんですよ。久しぶりにアコギって。弦が硬い。弦が硬くて指が痛い。シーンみたいな。軽くあしらって、次はあのカバーを、マオ自身のカバーをやる。なんだろう、結構この世代がバレてしまうというか、結構古い曲を、知らない人が多いと思う。あの橘泉っていう人知ってます？上で上見えない、あの眩しすぎて見えない。とても眩しすぎて見えないんですけど、後からお話ししましょうね、よかったら。あの、なんかね、すげえ、なんかね、なんか立花泉っていう人のカバーを。あ、それ加藤泉。あ、まあ、同じようなもんですね。すごい。もうね、あの、カバーで、猿の歌って、今年猿年だもんね。関係ないですか、猿年だよ。多分。なので、なのじゃないんだけど、猿の歌っていう曲をちょっとやってみようかななんて、思います。カバーですよ、カバーですよ。カバーの歌。そう、カバーの歌です。寂しくなんかないんだよって泣いてるのが子供、寂しいつぶやいて涙隠す大人、そつなくうまく振る舞おうと人の目を気にして、下手な失敗してた私、不自然な仕草、自分らしく人と違う路地裏歩き、意地になって遠回りしてた、真似をしては情けなくて自分を責めた、嘘をつくことに飽きたなら本音で生きてみて、敵を作ったならこっそこっそ逃げ出し、悲しそうな表情したら魅力的と言われ、空ばっかり見ていた友が遠ざかる、孤独が好き、一人が好き、それは強がり、壁を作って気取ってみても、私はここを忘れないでと叫んでいたよ、愛されたいと思っていた本当は、爪を立てて引っかいたら頭を撫でられ、素直になれと優しく
こんばんは。なんとなく、それ微妙なその感じが、あれあれみたいな感じですよね。もうお互いお仕事があるので。はい、今日はもうこれ先月の時点でちょっと今日は来れないかなと思ったんで、はい、あれだったんですけど、今日はちょっと残念して。
Thank you.
気づけた。何も気づけた。あ、休憩所。あ、ビデオでもあるんだ。いや、普通に例えばライブとかミサビで。あんまり人は入れない。例えばこう、で、あの貸し切りとかそういうのもある。遊びすぎてるようで、ここに来るの自粛したそうで、2人でね、頑張りましょうね。